皆さんこんにちは、ウィキ博士です。今回の動画では筧美和子さんの紹介をします。それでは本編へどうぞ。筧美和子1994年3月6日生まれ。日本のグラビアアイドル、タレント、女優、東京都出身、プラチナムプロダクション所属。略歴、デビューのきっかけは高校在学中の2011年友人と行ったファッションショーでのスカウト。2013年5月、リアルバラエティ番組、テラスハウスに出演。2013年9月14日、ワンライフモデルオーディションで準グランプリに選ばれる。9月23日、北宇野律日本ハムファイターズのイースタン本拠地最終戦で始球式を務める。10月5日、視聴者による一般投票により 68,322 ポイントを獲得して、目覚ましテレビの、ここ超木曜リポーターに選ばれる。12月19日、初のオフィシャル、ブック、ミーコ・ミワコ×HSTオブ・フシアエルブックが刊行される。2014年2月放送のテレビドラマ、最高の離婚 SPECIAL2014 で女優としても本格デビュー。2014年4月4日、笹山治新撮影の写真集、ヴィーナス誕生が発売された。2019年8月23日発売の10月号をもって、JJ 専属モデルを卒業。2021年2月、新型コロナウイルスの濃厚接触者の由来とすることが発表される。主演が予定されていたドラマ、桃色、杏色、桜色は出演を見合わせ、奥中誠が代役を務めた。人物、趣味は、絵を見たり描いたりすること、音楽鑑賞、旅。特技は、バレーボール、クラシックバレー。姉と弟の三人指定の次女。曽祖母が、ロシア人でハーフウォーターにあたる。好きな食べ物は、春巻き、カレー、リンゴジュース。テラスハウスのメンバーとの関係は、友達っていうよりは、気の許せる仲間みたいな感じだという。住を借りなについては、普段だったらお母さんで失礼だよのぞ全部聞いてもらうようになったとこといる。今井花や近藤綾とも仲が良く、頻繁に会っている。また、元メンバー以外では、荒川優愛が、多分、私は、筧美和子に会いすぎてて彼氏ができないと語るほど親密で、何でも話を聞いてくれるので、私の癒しですねとも評している。ファーストキスは、16歳の頃と告白している。